注目。ゆっくりしていってね。お待たせしました。変な生き物動画の第6弾。今回は海綿動物の一種であるコンドロクラディア、ディラさんについてとなります。なあ、ウプ主、なんで命丈の画像が貼られているんだ？違うわよ、マリサ。これがかの有名なヤギ、ウダアンテナよ。違うから、キノコでもアンテナでもないから。あのな、ウプ主、こんな小学生の図画工作みたいな生き物がいるわけないだろ。というか海綿ってあれでしょ、天然スポンジの材料になる生き物よね。見た目がまるで違うのだけど。そもそも海綿といってもかなりの種類があってね。何せ海綿は今から5億年以上前、先カンブリア時代にはすでに登場しているくらい古くて、かなり多種多様な動物なんだよ。量が多すぎて全部は紹介できないけど、海綿は主に石灰海綿鉱、普通海綿鉱、六方海綿鉱、甲骨海綿鉱に分かれていて、コンドロクラディア、ディラさんは普通海綿鉱に属しているね。で、普通海綿鉱の中の多骨海綿目、枝根海綿か、コンドロクラディア属という分類になっているのね。つまり、そのコンドロなんとかって種類のリラって名前ってことか。じゃあもう呼びにくいし、リラ、でいいんじゃないの？そうもいかないよ、リラ、ってのは縦ごとのことだから。なので英語ではハープスポンジ、日本では縦ごと海綿、と呼ばれることもあるらしいね。正式な和名ではないようだけど。で、このコンドロクラディア、リラさんは近年発見された種で、2000年にモントレイ湾水族館研究所がカリフォルニア沖の水深3316から3399メートルで発見。2000年と2005年にサンプルが採取され、2012年に新種として登録されているね。へえ、かなり最近になって発見されているのね。ところでウプ主、これ見た目だけでイランダデオチ生物だろ。枝根海綿かは見た目がどれも奇抜だけど、それは見た目だけじゃなくて生態も奇抜なんだよ。というと？そもそも海綿って、前カンブリア時代にはすでに存在してたってことからもわかるように。動物とは言ってもかなり早い段階で枝分かれしているから、他の動物とかなり違う、んだよ。最も大きな違いは内臓みたいなものが一切ないことね。おい、視聴者の中で今のフレーズからダジャレを連想したやつは挙手しろよ。それなのに動物なの？そうだよ、さっきも言ったように動物の中でも進化の系統樹の早い段階で枝分かれして、そのまま現代まで繁栄し続けてきた種だから。他の動物と比べると体の組織器官が単純で原始的な特徴を残しているの。で、海綿はいわゆる蝋化接触動物で、体の内部に細かな穴が無数に開いた多孔質の柔らかい物質でできていて、この穴にある小さな鞭毛を動かすことで体内に水流を作り、海中の有機物を取り込むのね。でもこのコンドロなんとかにはその穴がないぞ。そう、そこがコンドロクラディア、リラさんを含む枝根海綿科の特徴で、この科の海綿は蝋化接触機能が失われている、いわゆる肉食性海綿、なんだよ。で、それ、大口ぼや、と同じじゃない？まあ、深海や海底洞窟といった食べ物の少ない場所で進化した結果の修練進化だろうね。じゃあこいつも大口ぼやみたいにでかい口で海流に乗ってきた甲殻類とかをパックリ行くのか？でもこの生き物、口、らしきものがないわよ。そもそも海綿には、口、みたいな器官はないしね。これを見てもらうと、体の表面に細かな鍵状の突起が多数あって、そこに小型の甲殻類などのプランクトンを引っ掛けて捕獲するのね。そしてこの突起、で絡め取って動けなくして、その後薄い膜で包み込んで数日かけて消化吸収するみたいだね。つまり体の表面全体が、口、であり、糸腸、みたいなものってことね。確かにそれはかなり奇妙だな。ところで、体全体が口であり胃であり腸なら、一番上の丸くなっている部分は何だ？ああ、そこは植物でいうところの鼻に相当する部分だよ。ということは、そこに花粉的なものがあるってこと？先端の丸い部分には制限細胞が入っていて、受精は枝の部分でするみたいだね。この画像でもよく見ると、枝の部分に少し膨らんでいるところがあるでしょ？なんか聞けば聞くほど私の知ってる動物とかけ離れているぜ。
繁殖方法はなんか植物っぽいのね。まあ、海面は無性生殖と有性生殖どちらもできて、支流胴体と支流遺体の双方の種がある場合が多いから、コンドロクラディア、リラさんもそうなんだろう。なんか曖昧だな。調べてもそのあたりに言及しているところがないんだもの。あと最後に、エダネ海面下には他にも見た目が奇抜なのが多いから、そのあたりを紹介するね。まずはこれ。コンドロクラディア、ランパディグロバスという種なんだけど、見た目からピンポンツリースポンジ、とも呼ばれているね。なんというか、もはやここまで来ると別の星の生き物みたいに見えてくるわね。ロマンがあっていいことだぜ。お次はこちら。エルタニン、アンテナという名前なんだけど、アメリカの海洋調査船 USNS エルタニンが、1964年に南アメリカのホーン岬沖の深海3904メートルで発見した海面ね。で、当時の画像は右の画像のようにかなり不鮮明で、パッと見でアンテナに見えることから、世間では生物として認識されず、地球外生命体、あるいは海底の未知の文明のものではないか、なんて騒がれたそうだよ。まあこの画質じゃ仕方がないわね。カラーだとさっきのピンポンツリースポンジにどことなく似ているけど。で、当時いろいろ騒がれたけど、現在はコンドロクラディア、コンクレセンスという学名がついているね。あとは日本で発見された種として、2008年にエダネ海面下の深海花火属という種が小笠原沖の深海で発見されているね。捕獲の様子などの動画がジェムステックのページにあるので、同時掲載のブロマガの方にリンクを貼っておくから、詳しく知りたい人はそっちを見てね。これもなんというか独特だな。ムーミンに出てくるニョロニョロの毛を多くしたような形というかなんというか。それでね、深海探査技術の発達で近年新種がいろいろ発見されていて、最近もカナダで、見てのように枝の片側にトゲがあるような形で、全長2メートルの枝根海面下の新種が発見されているね。これも詳しくは、同時掲載のブロマガに詳細の書かれたカナダ政府のページを貼っておくから、興味のある人は見てね。もはやここまで来ると、生き物、と認識するのが難しいわね。なんというか、ある意味で海面はロマンの塊だな。海面ってかなり変な生き物、だよね。というわけで今回の本編はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。そうそう、エダネ海面下についてなのだけど、ちょっと補足があるのね。何？あの蚊って最近になって分類されたんだけど、深海から近年いろいろな種の海面が発見されて、肉食性の海面はこの蚊だけかと思われていたのが、近年エダネ海面下ではないけど肉食性が疑われている種が発見されたりしているのね。つまりどういうことだ？いずれエダネ海面下が複数系統に分けられたり再統合されたりして、蚊そのものがなくなる可能性があるってこと。つまり、今のところコンドロクラディア、リラを含むエダネ海面下は、ひとまずそう分類されているだけ、ってことね。つまり、エダネ海面下、仮、ってことだな。いや、まだ変わると決まったわけじゃないし、そうなるかもしれない、ってだけだから、仮、とかつけないでよ。いいじゃない、エダネ海面下、仮、って。ひとまずはエダネ海面下でいいじゃない、変わったらまたその時に別の名前にすればいいんだよ。そんなわけで今回はここで終わります。またいつか。